どうもこんばんは、平井弘明です。ちょっと前の動画でクラブが優先ですよ、上半身を使ってくださいねって言ってる動画あるんですけど、まあほとんどそういう動画なんですけど、世の中では脱力して下半身を使ってナイスボールを打ってくれっていう動画が多いと思うんですよ。めっちゃ多い。多いでしょ。めっちゃ多い。多いんだよね。それなんかぽいもん。ぽい？なんだぽいって。平井弘明のワンナップゴルフ。スポーツでありそうじゃん。わ、うん、かる？脱力して下半身をしっかり使う、うん、めっちゃありそうじゃん。まず前提として全スポーツでこうやってるスポーツはまずないってことです。まあね、うん、歯食い縛らないスポーツはないってことです。うん、まずそこ分かってください。で、そこから話進めていくと、じゃあプロゴルファーの下半身、要は体とアマチュアのクラブと腕を組み合わせてナイスショットが出ると思いますか？例えば平井くんの体のまま、うん、アマチュアの人の腕とクラブの使い方でナイスが出るかどうか。出るかどうか。俺出ないと思うんだよね。絶対出ないと思う。だけど、うん、プロのクラブと腕とアマチュアの体だったら俺ナイス出ると思う。いくらでも打てると思う。ああ、なるほど。まあそりゃそうだね。うん。うん、あ、それはそうだって俺はね、知ってる。うん、だってほら、足クロスして打てるじゃん。そうだ。あれより、あれよりみんなまともなスタンスしてるじゃん。いや、してるしてる。いくらなんだって。ね。うん。したらさ、俺だってさ、こんなアドレスで打ったらさ、普通にナイス打てるわけじゃん。打てる。だってクロスしてる方が一緒に打ちに行くので。立ってないんだから、ちゃんと。そうなの。ってことは、やっぱり、下半身っていうのは、自然に使うものであって、うん、意識するものではない。で、意識しなきゃいけないのは、クラブと上半身ってこと。うん。で、それが使えるようになったら、後からは使っていいけどってことでしょ。そう。まずは、そう。そう、まずは。まずは、うん、そう。腕とクラブがちゃんと動いてなかったら、うん、ナイスボールは打てないわけよ。いくら体頑張ったって。うん、だからそこは、スタート地点からがずれちゃったら、ゴール地点は相当ずれちゃう。うん、腕とクラブがちゃんと触れてないのに、地面蹴っても飛ばないでしょってことです。そう、そうだね。蹴ったら触れるんだよっていう意見なのかな、そうすると。それは、触れてる人が蹴ればなお触れるっていう。そうか、そうか、そうだね。そうだね、うん。蹴らなきゃ触れないんだったら足クロスして打てないもんね。そういうこと。そういうこと。そういうことなんだよね。本当に、普通のショットが打てる人、こう、ポーンって打って、球が浮いてなんとなく飛ぶ人っていうのは、やっぱそれなりに体って使えてるわけよ。で、それに、じゃあ、もうちょっと飛ばそうとか、球く強くしようって言ったら、体だけ上げるわけじゃない。じゃない、うんうんうん。それクラブと腕だって早く振らなかったら、ボールっていうのは飛んでいかないし。で、結局、腕の力そのまんまで、どんどん体だけ上げたって、どんどんこう引き離されるだけじゃん。だそうなってきたら、うん、適正なクラブの動きはできませんよねってなる。うんうん、したら、しっかりとクラブを振った上で、体がこうやってついていかなかったら、いい結果は出ませんよねってことなのね、うんうん。でも、やっぱり動画の本数的にも、下半身使え、下半身から動け、力を抜けっていうものに当たる方が多いじゃん。多い。初めてレッスンに来ていただく方って、もう向こう飛んでいくわけ。みんな。どうしたのって。だからそれが、すごい動画の怖いところ。腰切れてんのにもっと切ろうとするのっていう人が多いんだよね。だからそれだとね、本当に戻らないんで、クラブが。こうなっちゃうんですよ、やっぱり。振り遅れちゃう。で、こう、クラブが寝たりして、そういうものがすごく見てて多いです。注意していただきたいんです、本当に。しっかりと、ボールに対して、クラブヘッドを振っていかなきゃいけないんですよね。めがけなきゃいけない、ボールに。形で振ってるわけじゃないんだよ、ゴルフって。ボールにこう、めがけていかなきゃいけないんですよ。宙に浮いてるわけでもないんで、しっかりと、地面に置いてあるボールに対して、ボーンと打っていかないと、ボールをこう、上げることもできないし、ヘッドが前に出なかったらスピードも出ない。ので飛距離がこう出ないするんですよね。そういうのが本当に気をつけていただきたいポイントになりますね、うん。どうしてもこれ言いたいんです。プロの体でアマチュアの腕っていうのはまあ不可能なんですけど、まあ思い浮かべた時に、あ、無理だなと思ったんですよ。プロのクラブと腕に対してアマチュアの体がついてる方がまだナイスボールアウト。むしろプロのクラブと腕でアマチュアの体で、いや、それでもナイスショット出ないよって言うんだったら、じゃあ体悪さしてるよねってなりませんか、逆に。だってプロの腕とクラブなんだから。そうだね。
ね、で何ショット打ててるわけだから、それで何ショット打てなくなるってことは余計に体ですよねってなっちゃいますよね。そう、だからそういう風なリードする部分っていうのは体でもいいんですけど、それは前提として腕とクラブがしっかりと触れていること、ヘッドがちゃんと前に出て左右対称のこういうクラブの使い方、腕の使い方っていうのができていればしっかりと当たりますって。ただ自分の振ってるスピードに対して適正な体の回転のスピードじゃないともちろん当たらないです。それは自分で振ってて適正か適正じゃないかっていうのはもう振っててわかると思うんですよ。こうなったら適正じゃないですよ。こうやってちゃんとこうやってクラブが遅れないように触れてなきゃいけないっていうことが前提になりますので、その注意も含めてもう一度スイングを見つめ直してください。お願いします。クロス打ってあげたら信じてないかもしれない。クロスさん、クロスしてるね、本当にね、ほら。あ、普通すぎて分かんなかった。分かんない、普通に打ってるように見える。そっかそっか、あの下なくても打てる。だって全然全然、だって腕とクラブ動いてたら打てますからね、全然。そうだよね、うん、そうか、体が動かなくても腕とクラブが動いてれば、うん、ボロ飛ぶけど、ボール飛ぶ、逆だと飛ばね、体だけ動いてクラブ動かなかったらやってやっての意味わかんないよね。真剣にいくよ。あれあれ打たない動画飛ばないよね。飛ばないね、飛ばないんだ、飛ばない、本当だ、飛ばないんだ、動かない、動き足んないんだよ。動き足んないんだって、まだ。それはさ、それは当たり前だよね、うん、怒られる、怒られる。でもこういうこと、あのワンナップゴルフは大げさにやるから。そうだよね、そういうこと。でもこういう反論あるよ、うん、これはなんつうの、体中でクラブゼロだったらさ、うん、クラブ動いても飛ばないだろうけど、うん、逆だとするじゃん、うん、クラブ10で体ゼロだったらそれ飛ぶよねじゃないけど、うん、そんなこと言ってないんだってっつって、うん、それは多少はさ、うん、動くじゃんっていう話、反論が来るかもしれない。そんなに10ゼロじゃねえよって言ってくる人いるかもしれないよね。そうだね、うん、でもそしたら逆に言わせてほしいんだけど、うん、手打ちだからって言った時に、うん、いやでも体使うじゃんって言うじゃんみんな。でも下半身動くじゃんって言うじゃん。そう、同じことだよね。同じこと。同じこと。同じことだよね。そういうこと。いや、足使ってんじゃんって言う。いや、それは動くよ。うん。それはそうだよね。同じことだよね。そう、同じこと。確かに。それはブーメランだ。そうだよね。そうです。これでさ、じゃあ今、クラブゼロで、体10で、ボールが飛ばなかったのに対して、うん、クラブを1、2って上げていくじゃない、うん、これさ、体10で、うん、クラブ8で、ま、うん、っすぐ行くかねって。うんうんうん、多分いかねえと思うんだよね。ああ、そうだね。うん。そしたら結局、タイになるわけじゃん。ちょうどいいとこがあるわけね、うん。うん。そしたら、え？じゃあ結局クラブを上げていかなかったら飛距離は出ないって、やっぱなりますよね。うん。なるんですけど。なんか、いや、ほんとそう。いや、動くじゃん、体。クラブそうだね。よくほら、手打ちの動画出すと、いや、言う、言う。出てくる。体動くじゃん、動いてんじゃんって言われるけど。うん、いや動くじゃんだって、うん、動く。じゃあ逆の話もそう。そうそう、そう。いや、あんなクラブ動かさないわけないじゃんってなったら、いや、そうでしょって。いや、どっちも動くよ。そうだね。そうだよね。うん、ワンナップゴルフ行ったのは、本当にクラブの動きが足りなすぎるうちに、体の使い方とか、そういうものを入れてしまうんで、余計にクラブが動かなくなって、ミスショットを打ってる方があまりにも多いってことを言ってるんです、動画で。これも一種の動画ですよね。しっかりと、とにかく、今みたいにクロスして打ったじゃないですか。ああやって、全然もう動けないよと。
いう状態でもあれだけ腕とクラブと上半身が動いてたらボールは飛んでくんですよ。だからそれだけ上の動きクラブの動きっていうのがすごく大事なんですよ。それを本当分かってください。分かっていただいた方が本当にベスト更新ばっかりでも打ててきてもっと飛ばしたいって言ってベストスコア出たのに調子を崩してる人が多い。ワンナップゴルフでも違うんじゃないのベスト出たんだよ、ベスト出たのにやるの、なんかベスト出たから超苦痛にチャレンジする、うん、ダメダメ出たから次のステップへ。あのね本当にベスト出ましたっつって練習見て、ああ本当これベスト出そうな雰囲気、また今日も出そうな雰囲気っていうぐらいすごくいい感じなのに1ヶ月2ヶ月したらどうしゃーっていう球打ってる。で何やってんですかって言う前にちょっと打ってみてくださいよっつったらもうわっと打ってんのどうしたのっつってサッカーになった。ああ本当に危ないよその膝どうしたんですかっつってゴルフファイブで打ってたっつって返品してくださいすぐっつってやべえ膝入ってんだから入ってる、うん、もう全然もうって張ってるの、すっごい。あれじゃ当たんないよね。あ土台がだって揺れてるのよ、ね。上揺れるよね。そういう下半身の使い方をしてしまうと調子良かったものも崩れてしまうので、ベスト出たんだし調子良かったんだから継続するってことを1年やってみてください。ベスト出てすぐ何か入れちゃうと継続すらできないので、そうすると調子が良かったものが何なのかが自分で分かんないまま調子を崩しちゃう。ことになるんですごい怖いことですね。なんでそういう風に体の使い方っていうのを繊細なものなんであまりこうすぐ何かを入れたりとかしないようにしっかりとクラブを動かす意識で練習してみてください、はい、今回ちょっとクラブと体を入れ替えた体でいろいろ話させてもらいましたけどもやっぱりクラブをメインとして考えていただければと思います、はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。